ALV4ArcGIS は CV 映像により2次元 GIS を容易に3次元 GIS に拡張しますカメラ中心位置の3次元の公共座標と姿勢が求められそこから全周囲を見ることができます映像は撮影車両を自動的に消去した視覚のない完全な全周囲映像です 映像の再生に合わせて、地図上のカーソルも移動します。この座標は、CV 映像から選択時に計算された三次元の座標です。任意の位置の三次元座標を求めることができるので、三次元の距離が計測できます。見えているところは、どこでも計測可能です。 同一フレーム内はボトより、このようにフレームを移動して計測ができます。三次元の空間にグリッドを表示して、簡単に高さや奥行きなどを計測できます。ここでは、ビル面に合わせたグリッドから看板の面積を計測しています。 道路の表面積を計測しています。ここでは横断勾配を考慮して3次元ポリゴンの表面積を求めています。シュミュレーションなどに利用できる CG 合成機能をご紹介します。使用している CG は一般に利用されている CG フォーマットです。インターネット上で販売されている CG もインポートできます。CG の移動、回転、 大きさの変更ができます。映像内の任意の位置に視点を固定して、見続けることも可能です。CV 映像は、パソコンに記録された現実のコピーです。CV 映像上の対象物をクリックすると、映像上と地図上にポイントが作成されます。 同時に、データベースにも追加されて確認できます。CV 映像上で看板などの面も作成でき、同時に地図とデータベースにも反映されます。その結果、CV 映像、データベース、地図から対象物を検索し、対象物を容易に確認できます。 現実のコピーである映像を直接使用しているので間違いの発生を極力抑えることができます。CV 映像を上カメラから下カメラに切り替えました。下カメラの映像は路面より約1.5メートルに設置され路面の状況を詳細に確認できます。下カメラの映像を利用しクラックの計測を行います。 路面のクラックの長さを計測すると同時に地図上にプロットされデータベースに追加されます。ウェブ版三次元 GIS のウェブ ALV をご紹介します。このウェブ ALV でインターネット、イントラネット上に三次元 GIS が簡単に構築できます。 電子国土地図と映像内の任意の対象物に3次元タグを貼り付け情報共有もできます映像内で3次元計測 面積計算ができます。内部利用だけでなく情報公開にも利用できる3次元 GIS です。CV 映像による3次元 GIS をご紹介しました。